じゃん。皆さん、お元気ですか？竹島ひろしです。今日も YouTube をご覧いただきましてありがとうございます。今日4月15日は竹島ひろし初めて好きになった人の発売日でございます。おめでとうございますという自分で買ってどうするって感じですけど、せっかくの発売日なので、まあなんかしようかなと思って、まあなんかしようとしても特にでないので、せめて、衣装だけでも着ようかなと思って着てみました着てみました。まあところがですね、まあ今も不要不急の外出は自粛、しなければいけません。ですから、まあ、僕もこうして今日自宅にいるわけでございますが、まあ、せめてこのせっかくなので YouTube で皆様に発売日にご挨拶をさせていただきたいなと思いまして、現在夕方ぐらいですけどもね、収録をさせていただいております。皆様は今この映像をご覧いただいている時は、どのようにお過ごしでしょうか？もしかして家族団らんをなさってて、無理やりこの映像を見させられているご家族の方もいるかもしれませんが、ほんのしばらくお付き合いいただけたらなと思います。新曲初めて好きになった人は初恋をテーマに作られた作品なんですが、まあ、とは言いましてもですね、初恋に限らず、人生においていろいろな経験を積んで、そして初めて本気で人を好きになった時の気持ちを歌った歌とも、捉えることができます。いろんな風にいろんな立場の方の歌として捉えられるように松井五郎先生は作ってくださったそうです。まあ本当に人を好きになるっていうのは素晴らしいことだと思いますなんて語ってますが、今のところそういう気配は僕にはないですけども、まあ、とにかくですね、その僕がどうしてこの歌を歌いたいと思ったかと言いますと、まあ、デビューして15年以上応援し、19年にもなるのに、もう最近数字の計算が怪しいという感じですが、デビューして、まあ、それぐらい経つ間に本当にたくさんの皆様に応援をしていただき、支えていただきました。まあそういった中で、今年の新曲は、ファンの皆様にプレゼントをさせていただくような、そんな気持ちで歌わせていただきたいと思い、まあそういった時にちょうどこの初めて好きになった人と出会いました。そして僕はこの歌を最初に聴いた時に、この歌詞やメロディーに、今までの僕の作品にはなかった、色合いと言いましょうか、奥行きみたいなものを感じました。そして、まあ、この歌をもし今の僕の声の音色で皆様にお届けさせていただけたとしたら、皆さんに夢の世界にこの歌で行っていただけるんじゃないのかななんて、そんな風に思ったりもしました。まあ、つまりそのまあ、僕いろんな悲しい声の歌を歌ってたりするんですけども、まあ、どんな歌を歌わせていただいている時も、歌で皆さんを夢の世界をお連れするっていうのは僕の中の一つのテーマであり、そして、まあ、皆様にときめきを感じていただきたい、そして、まあ、喜び、また癒し、活力となるような時間を感じていただきたい、せめて僕の歌を聴いていただいている間はと、まあ、それが僕の中での一つのテーマだったりするんですが、まあ、そういったいろんな僕の中でのテーマがある中で、この初めて好きになった人という歌は、ファンの皆さんに向けて僕がまっすぐな気持ちで、まっすぐな気持ちでお届けさせていただける歌なんじゃないのかなって、そういうふうに思い選ばせていただきました。まあ、そんな初めて好きになった人が、まあ、今日いよいよ発売日ということになるわけですけども、まあまあ、なかなかその CD 屋さんに買いに行くっていうことは今はちょっとできない状況でございますけれども、まあいつかまた落ち着いた時に、安心安全に外出ができるようになった時には、ぜひ全国の CD ショップさんを巡っていただいて、竹島ひろしの新曲初めて好きになった人を応援いただけたらなと思います。まあ、あとはその通信販売とか、それから配信での、ダウンロードでお楽しみいただいたり、
それから YouTube では竹島ひろしの新曲初めて好きになった人のミュージックビデオがご覧いただけるようになっております。フリーでご覧いただけるものはあのワンコーラスとちょっとなんですけども、プレミアム会員になっていただけますとフルサイズお楽しみいただけますので、よかったらそちらの方もご利用いただけたらと思います。さあ、今日はですね、せっかくなのでここで、本当一節なんですけども、初めて好きになった人皆様に、アカペラでお届けさせていただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。はい、じゃあ行ってみたいと思います。じゃあマイクを、じゃん、マイクじゃないんですけど、この子を、マイク代わりになっていただいて、僕の相棒としてちょっとお付き合いいただきたいと思います。ちなみにこの子はですね、夢叶える棒っていう、別名がある子なんですね。とっても可愛いですよね。ね、じゃあそれではお付き合いよろしくお願いします。ここまでと決めて見送る影がゆらいだ、渡るには長い夢の浮き橋、握りしめた手の名も知らぬ白い花、赤く染まればその先で何が見えたでしょう。初めて好きだと告げて、初めて一人で泣いて、咲かないと覚悟したつぼみがありました。あの日のさよならはまだ胸を焦がしてうついたまま。ありがとうございました。ありがとうね初めて好きになった人聞いていただきました。また皆様に一日も早く生の歌声をお聴きいただけることを楽しみにしております。さて、最近ですね、竹島ひろしの公式スタッフツイッターの方で、僕はお花とともに花言葉を載せさせていただいています。なかなかお会いできない状況の中で、そのツイッター上ではございますが、皆様に、このちょっと大変な状況の中でほんの少しでも、安らぎを、癒しを感じていただきたいなと思いまして、お花とともに花言葉を添えさせていただいているんですけど、花言葉っていろんな言葉があるので、僕の場合はそのいい、とても素敵だなと思える花言葉を選んで、載せさせていただいております。中には強引にでもですね自分なりにポジティブに解釈しようなんていうふうに思ったりするような言葉もあったりしますけれども、それは、ともかくとしまして、今日4月15日はですね、今日のお花っていうのがあるそうです。それで今日はちょっとまた用意しました。じゃん、こちらです。こちらはこでまりちゃん、こでまりのお花です。これはですね、優雅とか、あと友情、努力なんていう、花言葉があるそうです。とってもちっちゃな花びらが、なんですかね、ちょっと一瞬綿みたいに見えますね。こうやって一生懸命咲いてる花見ると、僕たちも頑張んなきゃいけないななんて思ったりしますけど。そしてこちらは、皆様もよくご存知おなじみのかすみそうちゃんですね。こちらは感謝とか、あとは無垢な愛とか、そういった花言葉があるようでございますが、どちらもお部屋に飾ってあるだけで優しい気持ちになれる、そんな花じゃないかなと思います。ちなみにですね、他にも調べましたら、花水木、それから木蓮なんかも今日4月15日の、お花と
されているそうなんです。まあ、ちょっと花水木と、木蓮はあの木に咲いてますので、ちょっとなかなかちょっと今日はお持ちすることはできませんでしたけど、まあ、またいろいろ僕も以前、撮った写真とかで、木蓮とか花水木とか探してきてですね、またツイッター上にアップさせていただけたらななんて思っております。よかったら楽しみにしていただきたいと思います。さあ、というわけでひろしんちからお届けしております、YouTube でございますが、今日はですね、発売日ということで、もう一つここで皆様に僕からとっておきのプレゼントをさせていただきたいと思います。こちらはですね、発売されていない、あくまでもコンサートの記録用として収録していただいた映像なんですけども、その映像の中から今日は人生賛歌、生きてみましょうという歌を聴いていただきたいと思います。この歌はデビュー15周年の時の月枕とともに発表させていただき、そしてみんなで一緒に合唱させていただいたり、あとは手話を、この歌につけていただいて、皆さんに手話でも参加していただいたりという、本当心温まる一曲です。ぜひ今日はこのスペシャル映像をご覧いただきたいと思います。竹島ひろしで生きてみましょう。どうぞ。生きることは修行だという。誰もが必ず一度はこの世から消えてしまいたくなるような辛い出来事や挫折を経験する。それでも逃げずに生きていかなければならない。それは大切な人との永遠のお別れだったり、なかなか届かぬ夢にもがいている時だったり、大きな失敗を犯してしまったことかもしれない。悲しみはいつか受け入れられる日までゆっくり抱いていればいい。悲しみを知って優しくなれるし、思い通りにならないことがあるから喜びがある。そして失敗を繰り返しながら人は正しい心を学んでゆく。生きてみましょう。流れゆく時の中で幸せな瞬間を残せるように。生きてみましょう。流れゆく時の中で優しさが続くように。あなたが望む道を勇気を持って生きてみましょう。その意思を受け継いで、私は若い方たちにこの面白い動くおもちゃみたいな折り紙を教えて差し上げようと思って続けています。Thank you.
けもなく悲しい時は誰にでもあるものさ。心があるってことだから、それが人だから生きてみましょう。涙枯れるまで生きてみましょう。前だけを向いて。苦しい日々が続くのかもしれない。登ればたまには下るだろう、それが道だから。生きてみましょう。またお会いしましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。帰り道はくれぐれも気をつけて。本当に皆さんありがとうございました。また笑顔でお会いしましょう。生きてみましょう。聞いていただきました。
ご覧いただきました。いかがだったでしょうか。僕はこの歌を初めてデモテープで聴かせていただいたときに、あ、この歌に出会うために歌手活動を続けてきたのかもしれないな、なんてそんな風に思ったぐらい、この歌が本当に大好きです。ぜひ皆様の、心を温めてくれる一曲として愛していただけたらなと思います。さあ、というわけで初めて好きになった人を発売日にお届けしております竹島ひろし、YouTube でございますが、いよいよお別れの時間となってしまいました。さて、またですね、もうせっかくなので、この YouTube 上で皆様に、すぐにでもお会いできたらなと思います。今度はですね、4月19日の日曜日、夜8時から、4月19日日曜日の夜8時から、再び、この YouTube で皆様にお会いできたらなと思っております。ぜひ、楽しみに待っててください。竹島ひろしでした。それでは、この後も、素敵な毎日を笑顔でお過ごしください。お元気で。笑顔でお会いしましょう。